イネムリイワネは、佐伯康秀による日本の時代小説シリーズ。全51巻及びサイドストーリーの、新イネムリ、イワネシリーズ期間5巻。イネムリイワネ江戸造紙のシリーズ名で、双葉文庫より書き下ろしで2002年4月から2016年1月に、かけて刊行され、累計発行部数2000万部を超えるベストセラーとなった。イネムリイワとシリーズ名を改め、 過失修正を経た決定版が新作書き下ろしのサイドストーリーと共に文春文庫より2019年から3年にわたって刊行されている。2017年1月より続編となる空夜十番勝負のシリーズがスタートした。影朗の辻、居眠りはねえ土造紙として2007年から2017年にかけてテレビドラマシリーズ化、影朗の辻居眠り、 岩根として2008年に漫画化された。2019年に映画化。居眠り般若と、誤読、誤解されることが多く、また間違いのまま検索エンジンで検索しても、居眠り、岩根と正しく検索できる。空夜十番勝負以降の動向は、空夜十番勝負登場人物を、参照江戸坂崎や入江に面した、武前白鶴城を中心とする七万国の昇判。 財政が逼迫している中、藩は獅子戸派と改革派に分裂して争っている。文後関前藩文後坂崎や、幼馴染幕閣今津や、佐々木霊園道場、坂崎道場南町奉行所品川や竹村やその他、影楼の辻藩来の坂花坊の海行き花の、里流天の門雨降りの山狐火の森作風の騎士、唐の峠朝虹の島無月の橋丹売の、 家山下の庭夏、つばめの道周の町ほたるびの宿、暮れない椿の谷捨てびなの川津湯の蝶の分けの、長砂もの白荒海のつまんりょうの雪おぼろよの、桜白霧の夢紅花のざくろの生え昇用の、露冬桜の鈴輪ビスケの白行為の高城行為の、高下古州の春終わりの夏、う捨ての五金の変一死の秋、下の目の空修士の人春霞の乱三家の、 国無区家のふつれずれの冬ゆしまの罠うつせみの、年ゆみはりのガツしついの片しらつるのくれないおきつぐの、緑竹屋の渡した微律の朝、なおと、岩根居眠り、岩根武士の不居眠り、岩根、初馬修芸に眠り岩根をこんはるこよみ居眠り、岩根幼馴染居眠り、岩根、影楼の辻、居眠り岩根江戸造史として、テレビドラマシリーズ化され、2007年に NHK の木曜時代劇で、 2008年と2009年に土曜時代劇で放映された。また、2017年には正月時代劇で完結編が放映された。主演は山本浩二。居眠り、岩根のタイトルで映画化され、2019年5月17日公開。主演は松坂通り。監督は元木勝英。脚本は藤本明、佐伯康秀作品の 初めての映画化。松坂は時代劇発主演。撮影は2018年3月から4月にかけて大分県きつ市及び京都近郊にて行われた。シシュド文読役はピエールだけで撮影が行われていたが、2019年3月12日に発覚した滝の不祥事を受けて、3月29日に大役として奥田英二が起用されることが発表され、 出演箇所を再撮影して差し替え、当初の予定通り5月17日に全国公開された。これに伴い4月4日に予定されていた完成披露イベントでの本編上映は中止となった。影朗の辻居眠り、岩根と題して、風間 A2 の作画により漫画化された。居眠り岩根岩根として、双葉社の漫画雑誌 A022008 年7月の創刊号より、 連載を開始し、A0 の看板作品となっており、表紙率が高く、毎号50ページ超えで連載された。2009年6月にて、同志休刊後、漫画アクションに移籍して、影うの辻眠り、岩根と海大し7月21日発売後より、連載、アクションコミックスから単行本化された。全11巻。作画の風間は、ゴルフ漫画で有名な漫画家であるが、 時代劇漫画は、初挑戦。しかし、それを感じさせない作品になっている。居眠り岩根江戸造史に関するカテゴリー、ろうの辻眠る岩根に関するカテゴリー、ありがとうございます。